今日はドイツの社会学者マックス・ウェーバーの国家論を、彼の著作「職業としての政治」に依拠しながら概説していくわ。ゆっくりしていってね、なのだ。ウェーバーは国家を次のように定義しているわ。国家とはある一定の領域の内部で、この領域という点が特徴なのだが、正当な物理的暴力行使の独占を実効的に要求する人間共同体である。また別の箇所ではこうも言っているわ。近代国家とはある領域の内部で支配手段としての正当な物理的暴力行使の独占に成功したアンシュタルト的な支配団体である。アンシュタルトとは何なのだ。訳中から引用するわ。ウェーバーは次の2つの特徴を持った人間団体をアンシュタルトと呼んでいる。目的意思によって結成される目的結社と違って、所属者の意思表示と無関係に純粋に客観的な事実、生まれ、家柄、時には特定の領域内に住んでいるという事実、あるいは特定の領域内で行われる特定の行動等に基づいて、それへの参加ないし所属が義務付けられていること。 B、 他方そこでの人間関係と人々の行為は合理的に制定された法秩序によって律せられ、かつその法秩序の遵守が強制装置、機関によって実効的に担保されていること。政治団体としての国家はこのアンシュタルトの典型である。要するにどういうことなのだ。何かの目的のために自由意志で集結した人間団体ではなく、生まれによって所属が決まるような人間団体で、かつ強制力を持った法秩序が存在している人間団体ということよ。まさに国家のことね。また他にもこう言っているわ。国家も歴史的にそれに先行する政治団体も正当なものとみなされているという意味だが、暴力行使という手段に支えられた人間の人間に対する支配関係である。3つの定義を見ると、正当な暴力行使の独占がキーワードみたいなのだ。その通りよ。国家とは領域内の人間を支配する政治団体だけど、その支配には正当な暴力が不可欠だと言っているわ。また引用するわね。もし手段としての暴力行使と全く縁のない社会組織しか存在しないとしたら、それこそ国家の概念は消滅し、このような特別な意味で無政府状態と呼んでいいような事態が出現していたに違いない。でも暴力による支配と聞くと怖い感じがするのだ。例えばキリスト教の聖書では、暴力によらず自分の持てるものを他人に与えることが推奨されているわ。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。また受けるよりは与える方が幸いであるとも書かれているわね。万人がこういった倫理を持ち、かつ行動を起こせるのであれば、税金はいらないのかもしれないわね。でも実際はそうもいかないわ。国家が強制力を持って税を徴収しなければ、社会サービスは提供できないわ。確かに自発的なボランティアや募金だけでは公共は支えられないのだ。また、聖書には、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい、とあるわ。福音的な倫理として正しいのかもしれないけど、ウェーバーは国家行政を担う政治家がそんなことしたら悪の支配を受けることになると言っているわ。テロリストによる内乱を想像するといいかしら。確かに国家においては暴力行使が必要な場面があるのだ。ただし暴力は暴力でも、国家にとって必要なのは正当な暴力だというわ。正当とはどういう意味なのだ。仲間さまさきの説明を引用するわ。正当というのは、簡単に言うと支配される側もその支配が正しいやり方基準によって成立していると認め、基本的に受け入れているということである。そしてウェーバーは次のように言っているわ。国家が存続するためには、筆者がその時の支配者の主張する権威に服従することが必要である。国民が物理的暴力手段を保有する支配者を概ね受け入れて、それに従っていることが必要ということね。支配や服従というと言葉が恐ろしい感じがするけど、目
たちはおおむね従わなければ罰則のある法律や強制システムに従って生きているのだ。これらに誰も従わなかったら国家が存続できないことも想像できるのだ。そうね、ウェーバーはこの服従について一般国民の服従と行政スタッフ、つまり公務員らの服従との両方に言及しているわ。だけど正当性の根拠、つまり服従の動機については似たような要素を挙げているわね。それは伝統、カリスマ、合法性、そして恐怖と希望、内的、外的な報奨、利害よ。ただこれらは相互に込み入った結合をしていて、いずれかの要素が純粋に正当性の根拠になることはほとんどないと言っているわ。わかるような気がするのだ。そしてこれらの中でも公務員に対する報奨の部分はやや深掘りされているわね。国家が継続的に暴力行使を含む行政を行うには支配者が行政スタッフと仏財を掌握していることが必要よ。仏財というのは貨幣、建物、武器、車両などね。これらをウェーバーは物的装置と呼んでいるわ。そして行政スタッフ、つまり主に公務員だけど、彼らのことは人間装置と呼んでいるわ。人間なのに装置なのだ。そうよ。ちなみにウェーバーは政治指導者のことも指導者装置と呼んでいるわ。そしてこの装置を機能させるには内的、外的なプレミアム、つまり報奨が必要だと言っているわ。内的な報奨とは精神的満足感のこと、外的な報奨とは現代に置き換えると端的に言ってお給料と地位ね。そしてこの現実が倫理的なジレンマを生むは佐々木武の解説から引用するわね。政治の世界は倫理的非合理性を前提にした世界であり、権力や暴力を手段として駆使し、それによって悪魔と契約を結ぶことにならざるを得なくなる。暴力を用いて地上に絶対的正義を実現しようと試みても、部下という人間、装置を機能させるためにこの装置の卑俗な精神的物質的欲望の充足にエネルギーを取られつつ、規律のために精神的プロレタリア化を推進することになる。プロレタリア化なのだ。職業としての政治では詳しく説明されていないけれど、おそらくマルクス主義的なニュアンスがあると思うわ。行政スタッフを正義の実現という高尚な理念を持った人間性あふれる人間として扱うのではなく、もっと心のない機械的な存在として扱うということね。国家が正義を実現するためには正義と呼べないようなことをする必要が生まれてくる。倫理的な矛盾が見えてくるのだ。そう、国家を運営する政治家はこういった倫理的な矛盾に必ずぶつかるわ。そこでウェーバーは政治家に求められる倫理として心情倫理と責任倫理を挙げているわ。この2つをバランスよく合わせ持ち、さらに情熱と判断力を持ってくじけずに行動できる人間こそが政治家に向いていると言っているわね。心情倫理と責任倫理はどんな倫理なのだ？心情倫理は簡単に言えば良いことをしたいという理想主義であることね。これはこれで必要なんだけど、国家が支配をする上で必要になる。暴力行使や行政スタッフのプロレタリア化といった倫理的な矛盾、非合理性には耐えられないわ。そして正しいことさえしていればいい、正しいことをしているのに結果が伴わない場合は理想に従わない世間の方が悪いのだということで、結果に対して無責任になりがちね。一方で責任倫理は人間の愚かさや欠陥を考慮に入れた上で行動し、結果に対して責任を持つという倫理ね。ウェーバーは両方必要と言いつつ後者に価値のウェイトを置いているような節があるわ。あんまり関係ないかもしれないけど、ジョン・F・ケネディは自らを幻想なき理想主義者であると説明したことがあるわ。それを思い出すわね。それでは今日はここまでよ。勉強になったのだ。それではごきげんよう。さよならなのだ。